長い堀通り新橋交差点西区北堀江付近、松山地交差点東側長堀通りは、大阪府大阪市を東西に横断する、幹線道路の相性。区間は、白楽橋西詰交差点から今里交差点までの、約5.9キロメートル。全線大阪府道173号大阪八尾線の一部区間に、当たり、新橋交差点移東は重複して、 国道308号の一部区間にあたる。埋め立て前の長堀川北岸を通っていた末吉橋通が前身で、長堀川の埋め立て区間となる末吉橋伊勢は、大半が福院50メートルに拡幅されており、道路中央に緑地帯や観光バス用の駐車場などが設けられている。玉造り交差点伊勢の地下に大阪メトロ長堀、鶴見緑地線が通っており、加えて、 大阪市の中心部である四ツ橋交差点、長堀橋交差点間には、クリスタ長堀という地下街が広がり、新橋交差点末吉橋西詰め交差点間には、地下駐車場が設けられている。都心部の四ツ橋交差点松山地交差点間及び五サロを形成する今里交差点では、渋滞が慢性化している。谷町六交差点は1999年に、 谷六アンダーパスが完成して、以来渋滞が解消された。末吉橋通時代には地上に、大阪市電東西線、玉造線、玉造いまさと線が通っており、1961年の市電廃止から1969年まで、大阪市営トロリーバス9号線も通っていた。大阪メトロ長堀鶴見緑地線路線名がない、道路は一般市道。 ありがとうございます。